はい、こんにちは、松岡です。今日は某オークションサイトでね、またプラレールを落札しましたんで、皆さんにね、紹介していきたいと思います。今回もね、廃盤のプラレールなんで、懐かしみながら一個ずつ紹介していきたいと思います。こちらでございます。めちゃくちゃでかいんですが、なんと開けてみるとさらにまた箱が入ってるんですよ。段ボールの中にプラスチックの箱がまた入ってるっていう謎の仕様。しかもこのプラスチックの箱、蓋がないっていう。まあいっか。じゃあね、紹介していきましょう。まずはこちらトンネルですね。めちゃくちゃ焼けてます。動画だとわかんないかな、かなりね焼けてますね。ただ割れてるところはないんで、イベントで使っていきたいと思います。はい、続いてこちら羽根橋。羽根橋ってほぼ 100% 近い状態なんだけど、割れてるよね。必ず割れてる。でもさ、やっぱ割れやすいものだからしょうがないかな。そしてね、めちゃくちゃ埃まみれなんで、後で洗いたいと思います。鉄橋ですね。これ昔の鉄橋かな、一世代前の鉄橋でございます。2セット入っておりました。めちゃくちゃ埃まみれなんで後で洗います。はい、続いてこちら駅ですね。よーく見ますと汚れてます。後で綺麗に洗いましょう。ちなみになんですけども、こちらはね、即決の3500円のプラス送料だったんで、まあ5000円ちょいぐらいかなと。はい、踏切でございます。わー、割れてる。しかもさ、大事な部分、このつなぎ目の部分が割れとるというね、非常に悲しい。あ、しかも踏切まで折れてますね。もうこれはあれですよ、運転見合わせのパターンですね。こちらね、焼けて、あ、裏はね綺麗なんだけどもね、やっぱ表焼けている上にほこりまみれですね。まあ後で綺麗にしておきましょう。はい、続いてこちらトーマスと貨車が2両入っておりました。緑色の貨車と茶色い貨車ですね。スクラフィーって書いております。これ何のセットだろう。まあいいや。あららら、ゴムタイヤはないですね。中見てみましょうか。まさか、ちょっと重いんですけど、これまさかと思いますが、嫌な予感しかしない。あー、ギア割れではないけども、電池が入っている。しかも液漏れしてるし、ちょっとこれはダメですね。これはダメパターンだわ。ちょっと悲しいね。あれ、ちょ待って待って、顔がね、なんかめちゃくちゃ怒ってるんですけど、めちゃくちゃ怒ってるってことは、多分セットのやつですね。まあいいや、これは残念ながら走らなそうですね。こちらの貨車はもしかしたらどっかで使うかな。じゃ結構ホコリまみれなんで後で洗いましょう。はい、続いてこちらですね。マリンライナーの中間車と後尾車でございます。お、こちらはね、綺麗なような感じはするんですが、汚れていますんで後で洗います。はい、続いてこちらですね。なんだろうこれ、駅、これ僕知らないな。これ何の駅なんだろう。ダイソーにしてはすごいしっかりしてるね。何かの駅だと思うんですが、ちょっと僕は分かりません。知ってる方いましたらね、教えてください。これでもいい駅だね。あ、ただめちゃくちゃ汚れておりますんで、後で綺麗に洗いたいと思います。はい、続いてこちら、めちゃくちゃ焼けている E2 の新幹線かな。めちゃくちゃ焼けてます。なんかシールが貼ってるんですけども、これは後で綺麗に剥がしていきたいと思います。はい、続いてこちら、南海ラピートですね。おっと、これなんか先頭電池入ってるんですけども、ちょっと待って、あ、でもギア割れはしてない。でも動くのかな。あ、動かないね。あ、動きました。ギア割れはしておりません。非常に嬉しいですが、ゴムタイヤがめちゃくちゃ劣化してるんで、後で交換しておきましょう。はい、続いてこちら翼ですね。翼の後尾車、連結式仕様ですね。はい、なんかシールが貼っております。 B って書いてますね。めちゃくちゃ埃まみれなんで、後で綺麗にしておきましょう。はい、続いてこちら、のぞみ300系のぞみですね。中間と後尾しかありません。はい、めちゃくちゃ汚れております。後で綺麗に洗いましょう。しかも台車まで歪んでおります。非常に残念な感じですね。はい、プラロード大鉄橋が入っておりました。かなり、ちょ見ると分かるんだけども、すごい歪んじゃってますね。もうカーブ鉄橋になって、カーブ鉄橋、ほら見て、これすごいよ。カーブ鉄橋ですね。まあ後でこれぐらいの歪みならまあ問題ないんですが、まあお湯をつけてね、まっすぐに戻していきたいと思います。あとね、プラロード大鉄橋ちゃんとね、橋脚とか、結構橋脚とか王冠っていうか、その上の部分とかね、ちゃんと2倍橋脚とか全部入っていて、素晴らしいですね。で、一式入ってますね。ミニ橋も全部入ってるし、あ、ただあれがないね。残念ながらここの支えの部分だけはないみたいです。非常に残念ですが、まあしょうがないでしょう。そしてプラロードですね。あ、なんかここにテープの跡があるんで、これだけちょっと後で剥がしておきましょう。はい、サカレールさん、まさかの割れてるっていうね。しかもこれ釘でなんとかしたって感じですね。めちゃくちゃ割れております。非常に残念ですね。そして曲線レールでございます。曲線レールがね、結構入った10本か、いや
21本入っておりました。非常に嬉しいですね。これは、まあ、イベントでガンガンと使っていきたいと思います。はい、続いてこちら直線レールですね。直線レールもね15本ぐらい入っております。はい、そして赤色の貨車でございます。こちらもねホコリまみれなんで後で綺麗に洗いましょう。はい、オレンジ色の踏切ですね。確か何かのセットだと思うんですが、ほほほほ、まあ、割れております。非常に悲しい気持ちになりました。修理はできないな、これはちょっと難しいな。まあいいや、他は割れてるところはないようです。後で綺麗に洗いましょう。はい、翼の中間車でございます。はい、黄色車輪ですね。はい、続いてこれもあれですね、トーマスのセットに入っていた客車でございます。台車は曲がっておりません。メールタイランドでございます。はい、続いて信号機でございます。液漏れしてますね、この中めちゃくちゃ息漏れしてるんで、これ多分つかないでしょう。非常に残念。しかも蓋もないっていうね、悲しい気持ちになります。ただね、橋脚がね6個ぐらい入っておりました。非常に嬉しい。こちらもねホコリまみれなんで後で洗いましょう。はい、単線複線ポイントレールが1セット、そしてターンアウトレールが1セット入っておりました。汚れてるんで後で洗います。はい、三角曲線レールの A が4つ、三角曲線レールの B が6つというね、ちょっと数が合っておりませんが、まあ、これも入っておりました。これもねイベントで使っていきましょう。その前に洗います。はい、また坂レールが2本出てきましたが、残念ながら両方割れております。これはもう使えないね。これ残念だ、これはダメだわはい、ということでこれが最後ですね。入店手付きが入っておりました。結構汚れてるんで後で洗いましょう。あ、まだありましたね。ミニ橋脚が6個と、昔の鉄橋の橋脚が2個。はい、そして謎の河川柱がね、でまあなんか6本入っております。これ何のセットなんだろう、ちょっとわかんないね。でもなんかプラレールに使えそうなんで使っていこうかなと思います。はい、あとはこのね橋脚、プラロード大鉄橋の橋脚別とかが全部入っておりました。ということで今回はねこれで以上でございます。めちゃくちゃ入っておるんですが、ホコリまみれですね。ただねあんまり焼けてるとかすっごい破損っていうのはそうそうないんで、まあいいかなと。はい、ということで今回はこれで以上でございます。まあ、こんなにレール買ってどうするのって言うんですけども、やはりね都内とかでねイベントがでかいんで、まあ、これぐらい必要かなという感じで買いました。多分この動画が上がってる頃にはね、そろそろイベントの告知とかができるかなっていう感じでございます。ということでね今回はこれで以上でございます。またね他何か必要なものを買う場合があったら、プラヤフオクでまたねポチって押していこうかなと思います。ということでね今回はこれで以上でございます。ここまでご視聴ありがとうございます。また他の動画でお会いしましょう。サビのあたりで気づいたふりしてはない、別にそう